TH の大沢です。体のバランスを整える歩き方について説明します。非常に大切です。人間は二足歩行をすることで脳を発達させ、さまざまな恩恵を受けてきました。歩行、特に足の裏をしっかり使うことで体の健康を保つことができます。腰痛や肩こり、のぼせや頭痛なども歩行改善を行うことで楽になることがあります。当センターでは治療の一環として皆様に合わせた治療を行っております。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。